もさもさこんばんは。猫、猫です。猫だよ。猫見たかった？猫ちゃんモフモフしてるよ、ちゃんと。昨日からさ、このさ、ゾンビっ子女王っていうのさ、99位から変わらなくて泣いちゃう。なかなか人数多そう。めっちゃスタバ。これは映っていいやつかしら。スタバだったらいいか。せっかくだからルイボスティーを入れてみたけど、絶対にルイボスティーを入れるときに絶対に出過ぎてしまうことを忘れてしまって、あの取るの忘れた。うえん、よいしょ。あの本当にお休み前の猫ちゃんなんですよ。あのガチでお風呂入って、お風呂入ってパウダー塗ってリップしかしてないから、つまりもうほぼほぼすっぴん。イエイ。メガネは狙いですか？いや、すっぴん隠しです、ただの。すっぴんは見せられないよ。ゴクって言った、めっちゃ。めっちゃ暑い。イエイ。猫ちゃん。猫。猫猫。すっぴんってメガネで隠せるものなの？私ね、すっぴんでね、何が嫌っていうとね、あのね、この辺の面長がね、気になるのがね、この面長っていうか余白が気になるのよ。だからメガネが余白を埋めてくれる。いいでしょ。あとアイラインもね、今日引いてないから、アイラインを引いていないこともバレない。か、私顔面に余白が多いタイプで、割とここは目と眉毛の幅はめっちゃ狭いし、そう、なんかこの辺だけ顔面あって、ここから先め全然さ、あの顔面ないのよ。顔面ないと余白だらけなのよ。余白祭りしちゃうから、そう、余白を。メガネ何種類かあるの？聞いちゃう。現在、主要は2つです。みんな見たことあるやつだよ。この茶色のメガネちゃんとブルーのレンズのメガネちゃんですね。最近さ、あのね、あやねちゃんがね、ブルーじゃない、違う、あのブラウンのちょっとこれよりも結構あの縁があるタイプの、そうのメガネをして、それが可愛くてメガネ集めたいなってちょっと思ってる。それ写メ会でもかけますか？多分こっちだと思う。ブルーはね、やっぱね、ちょっと、いや、やんちゃだからね。ブルーのメガネ好きなんだけど、結構やんちゃにしたい時にかけるから。イエイ。ね、あやねちゃんのコスプレすごかったね。あれ本当に撮ったやつかなって逆に疑った。どうなんだろう、気になる。 AI じゃないですかってね、ちょっと聞いてみたいよね。 AI みたいに綺麗だったからさ。いつそんなん撮ってたんですかってね。気合がすごかったね。気になる方はぜひ。びっくりしたよね。あ、ラスバレやった？ワク
ガチコス撮影せいちゃんもしてほしいね。いいなって思ったよね、ああいうの。何が似合うかなね、私の顔面で何が似合う。フェイトのさ、あの子リンちゃん、ヤッホーゼロのリンちゃんだっけ、なんだっけ、あ、遠坂凛、そうそうそう、遠坂凛良さそうだよね。そう、最近ね、なんかね、アニメをね、いろいろ見ようと思ったらね、フェイトのね、まさかの日常編のやつがあってね、フェイトのキャラクターがあのの日常で料理アニメがあって、何それってなってた。おもろかった。あ、 SAO のアスナね。アスナ私か、髪色変えたら割とそっち系。そうなの、なんかマジでびっくりしたの。なんか名前が全然違うからね。でも見始めたら、え、待って、フェイトのキャラ出てねって。だってびっくりした。有名なのかな、あれは。キリッとしたキャラって誰かな。誰だろうね。何が似合うんでしょうね。ウマ娘北さんブラック。へえ、ちょっと調べてみよう、気になりすぎるから。いろいろ気になる。そう、ダンダダン見始めたらめっちゃ面白くてさ、やばくない？めっちゃ面白いんだけど。黒髪キャラクター、あれじゃん、窓マギのさ、あっちじゃんね。ダンダダンめっちゃ面白かったよ。ね、そう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 、ホムラちゃん、ホムラちゃん。ね、そう、ホムラちゃん。今めっちゃ調べてる。犬夜叉ね、まさかの桔梗様。桔梗様、桔梗様。一人でニヤニヤしてる人になっちゃってる。はっはっはっは。黒髪ツンデレキャラクター。あ、かわいい。あなたは誰？
あ、全然違った全然違った。あ、全然出てこないですねどんな検索ね、おもろいね。ほーん、へーん、はは、はアスカ出てきたよ。ハルヒ、百眼のシャナ、釘宮さんのキャラ多すぎじゃないハッピーのイメージですね、私は。黒髪じゃないよ、もうツンデレキャラのやつ。あ、遠坂凛来た、遠坂凛。イケメン執事やってほしい、私に。男装ね、男装割と似合いそうなんだよね、私。でもちょっと男装のキャラクター全然わかんないな。なんかツンデレというよりも猫みたいな性格なんだよね、本当に。うんってね、とはってね。黒執事の主人公ね、私もなんか男装って言ったらね、黒執事出てきたよ。リヴァイ兵長再び、それな、うん、あの時マジでさ、何にも分からずさ、あの経験もなくさ、あのなんていうの、男装経験もなくやらされたからさ、かわいそうだった。ベテルギウス様ちょっと怖いっすね。今ならもっとレベル高いイケメン見れそう、それな。なんかイケメンになれるよね、イケメンになれそうですイケメン。いやー、ダンダダンが面白くてさその話しかしないじゃん。まずさ、ターボババアって名前がめっちゃおもろくない？ターボのババアってなんやねんっていう100キロ走れるからターボババアなんだって、おもろ。ガチのターボだったのねっていう。あ、かわいい、北さんブラック、馬娘。めっちゃかわいい。キャワ。かわいい。ウマ娘ね、あのね、全然知らないのでね、私。あのウマ娘のテーマソングしかわからない。君の愛バカってやつしかわからない
あ、そう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 、そうなのよ。あの昨日のさ、あの洋服じゃないっすね、昨日の猫ちゃんをさ1月のさラストの写メ会に持ってくとしたらさ、前半の部がいいのか後半の部がいいのか、迷ってたんですよ。だから全然今日出せずにいて、ビエン猫猫全部はしないよ。途中で着替える、え、全部あれで行くの、寒くね、え、てかさ違うのよ、冷静に考えて、私のさあの写メ会少ないじゃん、日程、私服が全然ないのいやいいんだけどさ、え、私服、お洋服好きな人としてはさ私服ないのさ地味に悲しいんだよね。悲しくなっちゃう、え、俺の私服そんなに興味ないんかって。普通に言ったらでも私は前半戦があの衣装にして後半戦を私服にしようかなとは思ってる。あ、ツーショットじゃなくてもいいのね、普通にさ言ったら前半戦いっか、前半戦衣装の後半戦私服にするか、来てくれよな、どっちも夜寒いもんね。こんなときめき初めてそんな歌詞だったっけ。あ、こんなレースだ、ときめきじゃなかった、こんなレースを初めてなの、ときめきだと思ってた、こんな思いは初めて、いや、こんなレースやわおもろいな、こんなレースは初めてだっておわびは伝説、1ヶ月早いクリスマスコスプレ、一緒にやってくれるメンバー増えた、あの何も言ってないけどあやねちゃんもなんか1ヶ月早いあのやつやってた開催してた、
あやちゃん誘ってないよ別に。そう、あやねちゃんも同じスケジュールだからね。ちなみに今日はそれで寝ますか？いいえ、これでは寝ません。アソルト組考えることは一緒だね。いや一緒になっちゃうよね。あのナチュラルに行けばさ、いつもとさ毎年と同じようにさサンタ衣装を用意してもらえるんだけどさ、俺らサンタ衣装ないねん。パジャマじゃないみたい。これで寝たら暑くない？リアルに。まだっていうかね、あのねフードのねついてるものって寝にくくない？自前で持ってなかった？毎年買い替えてるんだよ。アサルトリリの台本はどんな感じですか？ね、噛みそうです。舞台は原作知らなくても大丈夫？あのエモさとかはなんかさ、なんとなくはさそのまま見てもさわかると思うんだけどさ、通り過ぎていくだけの物語にしたくない方は絶対に見といた方がいいと思う。マジで感じたいんだったらって言うとなんかあれだね、ちゃんとエモさを感じてほしいと思ってるから、私はあのルドジョとかを見ることをおすすめしてます。ルドジョってセリフがあるんだけどさ、普通にルドジョって言うとさ言えないからさ、ルドジョって言ったら言えるということが判明した今日。じゃあ昨日の発見、ルドジョって言うとなんか言えないのよ。言えるんだけど、これだとセリフ上でルドジョって言い始めるとなんかドドドってなっちゃうんだけど、ルドジョって言うとなんか言える。口の形わかった？ルドジョだとさドドドって感じなんだけど、ルドジョ、ルドジョって言うとなんか言えるの。これは多分私の体感の問題なんだろうけど、私立ルドビコ女学院って言わなきゃいけないからね。私立ルドビコ女学院と入間女子美術高校、入間女子もうちょっとなかなかね滑舌悪いとね言えないことがいっぱいだよ。まずあの鞍馬山って言わなきゃいけないから、私鞍馬山のからの出身なので鞍馬山って毎回出てくるんだけど、鞍馬山が噛みそうなの。鞍馬山、ルドビコ女学院、ルドビコ女学院、入間女子美術高校、鞍馬山、めっちゃ早口の言葉みたいだね。そうなの、噛みそうマジで本当に。あ、ハロウィン生写真届いた、ありがとう。こんばんは、こんばんは。これに話し方もあるわけですからね。なんかね話し方はねこないだの感じでなんとなく理解、なんとなくコツ分かった気がする。話し方はいけるって。上郡まりもも噛んじゃう。上郡まりも役の福岡せいなですって言わなきゃいけないからね、まず顔合わせでね、上郡まりも役の福岡せいなです、よろしくお願いしますって言わなきゃいけないからね。はい、すいません、よろしくお願いいたします。こんばんは。コミチャンネルでせいちゃんいっぱい出てきた、やったね。そうコミチャンネルね、マジでね本当にね、マリモ様そのマリモじゃないの、全然違うマリモなの。うん、準レギュラーなんですよ。噛みやすいセリフあるんだねとか、噛みやすいセリフ
なんかさ、させていただきましたとかさ、そういう感じのさ、なんかなんだろうな、丁寧な口調が多いからこそめっちゃむずいのよ。そうなの。お嬢様だからさ。なんかられなかったとかもさ、案外受け入れられなかったっていうセリフがあるんだけどさ、受け入れられなかったってむずくない？受け入れられなかっただよ。ら行って人間めっちゃ発音しづらいんだけど、られなかったというらとれが一緒に来ちゃったな。られなかったられなかったれられなかった、だからさ、もうさ、入れられなかったっていうさ、入れられなかった、でも受け入れられなかったってやばくない？受け入れられなかったって言えばいいんだけどさ、普通にさ、ナチュラルに読むとさ、受け入れられなかったってなっちゃうね受け入れられなかったって言えばいいんだけど、普通にむずいよね。何も関係ないからこのセリフ言ったんだけど、これだけ聞いても何もわかんないでしょまき舌になっちゃうよってね。激ムズです。台本ってどこで覚えるの？え？お家とかカラオケとかいろいろ。お風呂の中でも覚えていたりするわ。お風呂の中でね、暗唱しがち、マジでお風呂の中でなんかね、ブツブツ言ってたりする。ルド女がね、ルド女が本当にいつか噛みそうなんだよね、私。リアルに。ルド女、頑張れ。発音頑張れ。声に出して覚える派なのね。うん？ラ行マジで言いにくいからね。ラララララララリニ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 ルヌルヌルヌルネレネレネロノロノロノってですね、結構ずっとやってる。あの下のトレーニングなんですけど、ラナリニルヌレネロノ、ラ行にナ行を足してラナリニルヌレネロノって言うとめっちゃね、下のね、奥の方が動くの。あと最近楽しいのが家行も楽しい。かきくけこっていうのめっちゃむずい。かきくけこ、きくけこ、かくけこ、かきけこ、かきくこ、かきくけって。あの、めっちゃ口の中意識して言ってる。かきくけこ、きくけこ、かくけこ、かきけこ、かきくこ、かきくけって。やるとめっちゃおもろい。滑舌多分ね、ちょっと良くなると思う。やっぱ普通にあいうえおいうえおあうえおあいえおあいうあいうえ、かきくけこきくけこかくけこかきけこかきくこかきくけとかね。さしすせそしさもね、抜けやすいからね。さしすせそしすせそさすせそさしせそさしすそさしすせ、たちつてとちつてとたつてとたちてとたちつとたちつて、なにぬねのにぬねのなぬねのなにねのなにぬのなにぬね、はひふへおひふへほはふへほはひへほはひふほはひふへ。歯もね、抜けるんだよね、やっぱ。はひふへほひふへほはふへほはひへほはひふほはひふへ。まみむめもみむめもまむめもまみめもまみむもまみむめ。
なんかね、魔行はね、魔ってやるからね、めっちゃね、こう口のなんかマスクにやられたこの辺の口輪筋っていうのの、あのあれがね、あのなんかめっちゃ鍛えられる気がする。歯も抜け、歯行も息が抜けちゃうってことね。まみむめもみむめもまもめもまみめもまみむもまみむめ、やいゆえよゆえよやゆえよやいやよやゆよやいゆえ、ラリルレロリルレロラルレロラリレロラリルロラリルレとかね。お風呂でそれやって、お風呂ではやってないですね。はい、お風呂ではやらないですねこれは。全部やるんかい。まだまだまだあるよ。ガギグゲゴまである。ガギグゲゴ、パピプペポがあるね。パピプペポ、ピプペポ、パプペポ、パプペポ、パペポポ、パピプペまでありますね。はい、フルじゃないこれマジで。私まだまだ続く。ギャガギャガギャガとか間違っちゃうから。ラジオの時とか生かされてるんだろうね。考えてる時は生かされてますね。あの舞台終わった後のラジオが一番発声がいい。なんかやっぱさ、舞台中よりさ、あの自分の喋り方を気をつけるじゃないですか。あの聞き取りやすいようにとか、それこそさっきのさ、ハヒフヘホヒフヘホハとかやってたりするからさ、めっちゃ滑舌よくなるんだよね。滑舌よくなる本当に。普段ねめっちゃ適当だからね、私の滑舌。ちょっと最近ちょっとそろそろ滑舌問題と喋り方問題をね解決していかないとなとは思っています。滑舌滑舌って言えないと滑舌になっちゃうからね。アップティの滑舌良かったね本当。ちょっとね意識してた滑舌。滑舌発音も大事大事です。クロス FM の聞き方あれです、あの私がリンクをよく載せてるんですけど、リンクの、 あの最初になんか YouTube の再生ボタンみたいなのがあるので、それをポチってねやれば聞けます。コヒちゃんね、コヒちゃん最近ね、あのね出張公演でよく出会ってね、なんか気になってるから呼んでみたよ。ゆいちの流れかと思いきやまさかのこひちゃん、あのねスケジュールはねいろいろあるんですよ。気になるメンバーを何人か出してスケジュールがあったこひちゃんで、でもちゃんと気になるメンバーの中には入ってたんでね。こひちゃんをたくさん笑わせてみせよう。ゆういち気になるよね、わかる。ゆういちに笑われてるんだよね本当に私。でも本当に出張公演でだいぶ距離が縮まってきたで、みんなと。嬉しいな。あの恋愛サーカスで一緒になるんですよ。手をつなぐフリがあるんだけど、恋愛サーカスで、その時にゆいちがめっちゃ笑ってくるっていう、なんか笑われてる今日もって思ってる。ゆきたんの背中叩いてたせいちゃんおもろい、なんかで見た。
ちゃんの MC しっかりしててよき。しっかりしてるかい。後輩と仲いいせいちゃん嬉しい、よかったでございます。あ、新潟の時言ってたのか。そうそうそう、新潟の時の言ってましたね。そうだわ、ゆひたんが言ってたんですけど、鬼ほど叩くっていう、ハーンってね、バーンってなるよバーンってバーン。もう私手加減しないでいいですって言われた瞬間からもうね、バーンって叩いてるそう、ちょうどいいらしいですよ。気合入ってんな。リーディングドラマね、皆さんリーディングドラマの存在をまだ覚えていたんですね。まあそりゃそうだよね、あなたが書いてないだけですよねっていう。なんか最近書きたいテーマがさ、なんかさ、書くテーマも書きたいテーマも分かんなくなってきちゃってさ、何を書きたいんだろうねってわーってわーってなってますね。リーディングドラマ、スランプ、いやスランプはだいぶ前からスランプですね。ずっとスランプですね。スラスラとかけていないことはあまりかけた試しがございますね。ん？なんか日本語おかしくなった。もう分かんないんですよ。その子に合わせたリーディングドラマね、そうなのよ。ただいま救済中福岡。物語が足らないのかな、どうなんだろうね。どんなの書きたいかとかね。ハンターハンター、長期救済中福岡セイナのリーディングドラマ。コヒちゃんの、コヒちゃんをガン見してる。君と僕のポールスターいいよね、めっちゃ好き。書きたいテーマが一通り書き終わっちゃったのか、メンバーのパーソナル資料が足りない、降りてこない、今年一回もやってない、マジ汗汗書き始めたら書けるんじゃないのかな。なんかなんかね、違うのよ、なんかもうね何を書いても同じような感じになっちゃうのが嫌で、多分なんか何個も書いてるとさ、まあ、30ぐらい書いた、私30ぐらいも書いてるとさ、なんかあ結局私ここにたどり着いちゃうだろうなみたいな感じになっちゃう。1月にあ、そっか、天さんのねやつを書いてたんですよ、私は。行天使、まあでもね、言うなれば書きたいなって最近思ったのは、終わりのない話でもいいなとは思ったの。最近くつきとコーヒーのさ、作者さんのね短編集をよく読んでるんですけど、そう、吉田篤弘さんのね本を読んでたんですけど、最近オレンジ
中庭のオレンジっていう本もね読んだんですけど、終わりを決めようとしてしまうと難しいから、なんか終わらなくてもいいかみたいな。雰囲気でもいいかみたいな。個人的には雰囲気の作品の方が実は好きだからね。むしろリーディングドラマを書きたい人という視点でゲストを選んだら、なんかね、いやなんかね違うの、書く気力が多分ね少なくなってしまったの。なんかマジでベテラン作家みたいなこと言うじゃんっていう。いや書けよって話なんですけど、なんだろうね、あの同じような結末ばっかり書いちゃって、なんかそれが自分自身が嫌になってきちゃったのと、あとなんか性格上結構人の目が気になるタイプだから、なんか勝手に自分の中で想像した人の目を気にしてしまって書けない、多分。いよいよ作風を変える時ですね。いや書けよって話なんだけど、書き始めたら書けんだろお前って話なんだけどね。単純にここ数年のインプットが少ないはありそう。そうアニメとね漫画ばっか見てるからね今最近ね。なんかね作品ドラマなんだっけ、小説を書くときに実は映画の方がいいらしい、見るのっていうらしい。ちゃんと映像で見た方がいいらしい。そっか、最近私ドラマとかも全然見てないからな。ドラマを見てみようか。ドラマと映画を見てみようか。そしたら書けるかもしれない。あ、でも最近ね、あのね、ドラマね、見てますよ。2つだけだけど。あの、ライオンの隠れ家と、放課後、カルテ、見て。多分私の中の余白が少ないんだろうね。余白を作っていかないといけないな、きっとね。映像作品ってさ、ドラマとかってさ、余白も結構あったりするじゃない。余白ちゃんどこ？アニメだともうポンポコポンポコ進んでっちゃうからね。余白がないからね。余白を持ちましょうね。お顔の余白の話がこちらに移ってきた？そんなことはございません。そんなトリックは使えません。ドラマ見る決め手は何ですか？単純に気になったもの。なんか気になったもの。そう、なんか
チラッとなんかで見て、あ、いい、なんか面白そうだなと思って見てみたよ。こんばんは。映画でも見るかね。映画見よう。映画見よう。何見たいかな。映画、映画おすすめある？今映画って調べてる。映画、いやー、インサイドヘッド良かったんだよね。2残り20分ぐらい見れてないけどひどい。あ、アマプラにガンダムシード来てる。お、とりあえず1を見ようかね。そう、インサイドヘッド2の残り20分見てないっていうのは、あの、違うの、あの、飛行機で見たからなの、私が飛行機で見ちゃったから飛行機のあと20分だったの。でめっちゃ面白くて、うんって見てたのに、あ、飛行機ついちゃった。だからちゃんと飛行機で何分まで見たかを写真撮ってきた。そうなの。やっちまってますよね。はは。そう、孤独のグルメのね、映画もね、やるらしいですよね。この間映画見に行ったら、二の国気になるな。それアニメ映画じゃないですか、お姉さんっていうね。はい。今アマプラ見てる。あー、鋼の錬金術師見たい、全部見たい。ベイビーワルキューレってなんかさ、なんか殺し屋みたいな話じゃなかった？違うっけ？あれ見やないかい。でへ、結局アニメに戻ってしまう。くそくそー。
面白いんだ。へやっほー。あ、メタモルフォージュの映画はね、あの原作をちょっと見たことがあるんですよ。そうだ、見たかった、見たかった。アマプラにありますね。ありがとうございます。昔よりアニメ好きになってるよね。元からねアニメに興味があったんだけど、アニメを見るというね習慣がなかったんですよ。最近はアニメを見るという習慣ができてしまったためね、アニメをめちゃくちゃ見てるという感じですね。メイドインアビスね、やばいけど面白いよ。マジでマジでほーってなる。ディアニメストアに入ってますよ。そう、ディアニメストアです。私はめっちゃいろいろ見てる。全然何も答えなかったね。そう、 D アニメでね見てね、はって思ったのが、夏目友人帳が私好きなんですけど、夏目友人帳の作者さんがその前に書いていた作品を私ずっと見てみたくて、映画でもなんか何で見れるか分かんなくて見れてなかったんだけど、この間ようやくね D アニメストアでね見つけて見れたんですよ。嬉しい。蛍火の社へ。良かったんです。本当に儚いけどすごいいい作品だった。個人的にはね、やっぱね、あとね D アニメで見るべき作品といえばフルーツバスケット、全部見た。 D アニメに入って一番最初に全部見たフルーツバスケット。とってもいいですね。今視聴履歴のところでさ、マクロスフロンティアがさ出てきてさ、さよならの翼出てきちゃってさ、
頭の中にさよならの翼が駆け巡っています。バルキュリーアーですよ。歌いたい気持ちをぐっと抑えて。幻想系好きそう。そうですね、なんかそれっぽい作品を見ようかな。ドラマもまあさ、自分の好きなもの以外も見ろって話なんですけどね。自分の好きな系統から一回出てみてね。やっぱ自分の好きな系統ばっか見てるとさ、偏っちゃうからね。もう11時ですね。皆さんもう寝ますか？歌いますか？あ、そう、最近ね見たんだけどさ、あれめっちゃ面白かったね。通り部の作者さんのさ、ジャンプで今やってる作品めっちゃ面白かったんだよね。漫画の話ね。そう、願いのアストロ。めっちゃ面白かったんだよね。そう、呪術廻戦をね、読みたいがためにね、うちのお父さんがね、入ってるジャンププラスがね、タブレットで見れるからって言ってね、タブレットで呪術廻戦の発売されてない巻からのやつをね、勝手に読んでたの。その時に願いのアストロ出てきて、え、めっちゃ面白そうじゃんって言ってさ、1話から遡ってみて、めっちゃ面白くて、面白かった。そう、呪術廻戦終わっちゃってね。でも呪術廻戦は個人的にアニメの方が理解できるから、ちょっとアニメやってくれないかな、続編。そう、来年のカレンダーはそろそろだと思います。さすがに多分そろそろ何かしら続報があると思います。私はね、この動画いいな、この動画いいな、この動画いいな、撮ってもらった動画をね、チラチラ見て、急にイベントは多分ね、できないの。稽古スケジュールと照らし合わせると、え、待って、こことここしかできる選択肢なくないっていう話になってね、個人的にはそっちじゃなくてそっちにしてほしいんですよねっていう話をしたんだけど、それがどうなるかは分かりません。何も言えないけどね。やっぱみんなのことを考えると、いや、そっちじゃなくてそっちがええでしょうってなってる、私の中では。でも果たして、あ、うんうん、11月30日と12月1日はね、多分できないの。それはね、本当にね、全然無理。最終稽古だから。
でそこができないからもうここかここしかないよねって言って、いやここはちょっとやめた方がいいですねって話をして、いやそっちの方がまだいいんじゃないですかっていう話をしたんだけど、最終的な判断はそっち私じゃないので、平日も多分ない、平日はしない、さすがに。だから多分11月になったらって、もうそろそろなんですけど、11月になったらそろそろ何かしらがあるんじゃないかなとは。そうなの、まま大体で予想してくれよな。大体で予想してくれよな。選択肢限られるじゃん、もう。私も気づいたの。あ、え、え、ん？ってなったの。で、こことここだと思うんですけど、いやこっちは正直結構厳しいと思いますねって言って。はい。ということで、まあ予想しておいてください。いや普通にさ、普通に考えてみてよ。ね。関東圏以外の方も結構いらっしゃるからっていうのを私は念頭に置いて、そっちの方がいいんじゃないですかって言って今見たけど、分かりません。なので、はい。でもどうなったか定かではありません。以上です。続報を待てです。猫ちゃんスクショタイム押す。尻尾は生えてません。だってこれ上半身しかないからまあ生えてるやつもあるよね。生えてません、残念ながら。悲しいです。猫というよりはクマ。そんなこと言わないで、猫って言って売ってたんだから。そんなわけで終わります。11月になっちゃうね、びっくりだね。ハロウィンナイトは歌いません。え、歌うべきなの？ハロウィンナイト見ない武器ない、かぼちゃが誘ってる、さあ手を叩け、腰を触れ、年に一度のカーニバル、こん、ん？え？カーニバル、今夜、今夜？今日だけ、今日だけ、え？ちょっと2番と1番が混ざってよくわかんないでした。今日だけ自由なお化けたち、ハロウィンナイトや。
構2番も結構披露してるからさ、わけわかんなくなっちゃうな。あ、2番、そんなこと言ったら2番と全然全然違うわ。こんな世界の片隅に恋するメイクとコスチュームスペシャルだってあった、全然違うやん全然違うやん2番のさ感じも結構好きなんだよね。いいよね。 HALLOWEN ですよ。 HALLOWEN HALLOWEN Trick or Treat ですよなりたいものになれるファンタジーは願い叶えろ人用だけのマジック、大事なものは子供の頃の自分。子供の頃の自分、本能のまま生まれ変わるんだ、だって全然覚えてないじゃん歌詞ハロウィンナイチクタンフォーリンラブ、曲が変わる前にさあステップをもう一度、出会いたいなら目立つんだ、ハロウィンナイサー踊れ、溢れる人の波、そう理屈よりノリで行け、こんな世界の片隅で恋するメイクとコスチュームスペシャルな。もうね、あのね、歌うだけのね、あの元気が残ってません。おやすみなさい、おやすみなさい。今からさ、あのテレテテテレンが耳に入ってきた、私寝れなくなっちゃうからね。テレテテテテテリリ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 やでおやすみなさい。あのね、こうあったかいのよ、あったかいと眠くなっちゃうじゃん。実際には全然まだ寝る時間ではないんですけど、そろそろね、なんせもう間接照明しちゃってますから。はい、ハロウィンナイトしません、寝ます皆さんも夜更かしせず眠ってください。おやすみなさい。アニメで夜更かしはしないね、漫画で夜更かしはするけど。じゃあ読みます。1位、リバーサルマーとヒロスケさん、2位としのりさん、3位ベイさん、4位アイジさん、5位ケンイグさん、6位ハネクリさん、7位ワイマツアトヨツバさん、8位カドマチュさん、9位マサアキさん、10位ヒロ256さん、11位空耳さん、12位ユキチさん、13位青森のシンゴさん。今青森のリンゴって読もうとした目がねおかしくなっちゃいましたね。29ゆきたんさんということでした。ありがとうございました。10月もありがとうございました。今月はよくいっぱい配信できたわ。おやすみなさい、バイバイ。おやすみなさい。